ーの力合わせよう。本位で95日。本位できる部隊数がいなかった。残念。部隊数くらいは把握しておいてください。そうですね。4部隊切ったら気をつけるようにします。長祖壁と毛利戦か。長祖壁さんには、同盟の使者を送ってて、毛利とは、進展中なんですよね。ここは、参戦でいきます。我が意を示す。待機する。10,700か。信玄さん負けるね。これ撤退します。行きます。ここならば戦場で勝てますので向かいます。進め。勝ちが揺るぎません。いただきました。こうなることは分かった。三好が毛利と講和したのと、そろそろ本願寺に行きたいので三好に宣戦布告します。我が戦お見せしよう。力を貸してやろう。本願寺は時間もかかるので、先に集めておきます。皆の者、我に続け。北条も、現状、疲弊していますので、一気に畳みかけようと思います。私に続け。待機する。同盟の旗野さん、アザイに睨まれたら、潰されちゃいますね。一応やれるだけ頑張ってください。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。みんな、力を合わせよ。取引を行いましょう。さまあ、江戸は2万はいたわずなので、戦場広いし大丈夫です。我らが力、侮ったようだな。かなり持ってかれましたね。本当に結構持ってかれたので、次来た時は厳しいかもですね。あら、上杉、工場の方に行ったか。こっち来ると思ったんですがね。いざ、決戦の地へ。影勝がいない間に、かっさらいましょう。勝って兜の王を締める。おごるでないぞ。では、本願寺の石山ごぼうを取りに行くために、本願寺へ宣戦布告します。我が戦、お見せしよう。力を貸してやろう。今回は落とせますかね。ノップンにはめられなければ倒しきれると思います。出陣するぞ。本位43日、影勝帰ってきたか。残念、ただ囲むよ。報告いたします。先月の収支です。武将一人元服しました。能力はお留守番ですね。かたじけない。ご命令を。取引を行いましょう。
我が野望、何人たりとも止められぬ。強行94日、今回は意外と早く行ける感じですね。北条2200って、もう兵が枯れてるんですね。みんな、よくやってくれたな。無条件で講和は飲めませんよ。包囲で94日、いい感じですね。三好から、交渉だと、講和してもいいか。三好が、従うだと？従え。従属なんかしない？三好が、従属だと？本願寺さん、その金銭じゃ、講和しませんし、正直、講和したところで、一向一揆はやってくるでしょ？一向一揆は絶対にやりませんので、講和してくださいなら、講和飲みますよ。素直に、石山ごぼうを明け渡せば、講和しますけどね。三好の従属にはびっくりしましたが、時代の流れなんでしょうね。よくやっている年代では絶対に従属してきませんが、イケイケの当主らの世代交代でもあったんでしょうかね。お城もかなり持っている状態での三好の従属には本当に助かりますね。正直言うと、三好軍全然倒していない状態で従属しますには笑いましたよ。浦上さんと同盟できるっぽいので同盟結んでおきます。かしこまった。北条の方も確認してみますか。北条軍は縦長になって、おまけに結構ボロボロですね。北条とは戦争8ヶ月経過、もう講和は送っていないので一揆は起きますね。里見さん、いい加減察してください。進言する気ありません。報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。ありがとうございました。一応北条に取り囲っているお城を確認したところ、2ヶ月以上かかるので12ヶ月目突入を考慮すると、かしこまった。一揆が2回起きますので、講和をするのが得策だと考えました。謙信とも戦争が3ヶ月続いているので、今から言ったところで延長戦になりますので、部隊を解散させておきます。いつもの一気起きても関係ない攻めの姿勢から、今回は解散とはかなり守りに入ってますね。今回は相当神経使ってますからね。内政もいつもの2倍くらい使ってますよ。今回のシナリオはだいたい30分くらいの元ファイルが10分くらいになっている感じだと思ってもらえればいいと思います。お、武将一人おまけ付きは大きいですね。片付けない。手を打ちます。武将一人、兵数186人。これマラソンで勝てるんじゃないかな。皆の力合わせよう。北条さん、謙信との戦に皆の力投入し始めましたが、兵が枯れてまずいと思いますけど。前に敵はおらぬ。行きます。マラソン大会の勝利です。進め。山城も7日武将令マラソンじゃ。おせおせモード突入なので、もう一部隊参加させてみます。進め。山城戻ってきたか。残念。強行65日待ってあげるしかないか。商いを始めましょう。報告いたす。先月の収支だ。力を合わせよ。
取引を行いましょう。かしこまりました。どうも。